はい、鳥です。今回は信長の野望天下創生ウィズパワーフィット、左は1560年、こちらの長宗我部元島で四国から天下を狙っていきます。それではご覧ください。さあ、それでは再開していきましょう。前回ですね、上洛に向けて、まあ、徐々に浦上城を潰していくよという形で進められています。今回はまあその続きですね。うちに来るとは上手そうだな。しかも大して強くなさそうだな。ちょっと元成は今一瞬怖いから覗いとく。まあ、剣女は、そうだな、雨鉄砲でいいや。で、その具、あ、元に行けるじゃん。じゃあ、元地下のこれ少し減らすわ。で、あと、近隣諸国でいるだろう。まあまあ、なんでしょうか。よし、こうそこで。少し減らしておいて、で、この年はマックスでいいや。あ、胸張るもっと兵出せるじゃん。よし、OK。はい、行きましょう。ちょっといい機会なんで、ある程度叩いておきたい。今回うちは守りではあるが攻めに行くよ。毛利元就の忠誠心、それだけは唯一気になっている。あ、まだ8時はあるね。8時はあれば大丈夫だろう。うん。66のおっちゃんいるの。あ、竹内66なんだ。国士に至っては76やった。いや、知らなかった。そんなに年いってたんだね。本当は石山五号、先にね、取りたいなと思ったけど、後々のことを考えると、っていう部分があるな。うわ、でもなんだかんだ、ここ嫌だな。強いの結構いるわ。ここだとどういう陣営ができる？まあまあまあいい感じ。梅春は季節は回ってない。あら、村上竹内がその宿老まで行ったのか。それは知らなかった。じゃあこれでいきましょう。あれ、撃って出てきた。しかも何、鷹狩り1900で来てやがる。鷹狩り楽しいな。あれ叩くと後々結構楽になるよ。陣形がまたやりづれな。陣形というか地形か。いや、奴ら取り出か。俺ら小取り出だぜ。あ、もう自分の感じ。進め進め。さあ、どう行くかね。いいって感じですよ。で、ちょっとね、遊撃隊はちょっと少し北に行ってほしい。この間ムーラー嬉しかった。
こで一気に高がりだけ。かかれ。鉄壁持ってようがそんなもん知らねえよ。いけるいける、さあ潰せ。放て敵部隊解決。もちろん俺が指揮を取る。うわぁ鉄砲ないよなっていう感じ。ガンマ来たと。どういう戦だ。鉄砲隊は鉄砲隊で雲を落ちてる。進め。任せくださる。この武装とやつはまずい、先に潰す。あ、こっちもあるんだ。あとは敵前隊です。いや俺あれ知らなかった。お任せくださる。そしたらあっちの方行こうぜ。高本行って戻ろうか。押し出せ。なるべく鬼徹隊は敵を攻撃する方向 で槍隊はどんどん、城の攻撃の方向。任せくださる。敵隊隊隊です。いい感じ、非常にいい感じです。もうこんな最高だね、このフェーズは。放て。さあ、どんどん撃ってけ撃ってけ。敵部隊、壊滅いたしました。なんか一人、こっち側にいるんだ。そいつも叩いて。で、やりたいが、この辺まで行ってもらって。はっ、撃て撃て。お、一気に数枚ぐらい減ったよ。時間の問題だ。任せくださる。サム、よし。敵矢倉、撤去。いいね、いい感じですよ。任せくださる。ではどんどん行きましょう。敵もらえたり。壊滅。さあどんどん行くよ。任せくださる。いい音楽だ。いかにもうちがいい勢いになってるぞって感じでね。打ち壊せ打ち壊せ。それたら上行く。あ、待って、キラーを戻れ。進め。お前がごめん、そんなに兵減ってると俺気づかなかった。放て。よし、線には線まで戻ればいいんだけど、ちょっとキラー以外が進め。押し出せ。よし、オッケー。さあ全員任せくださる。そしたらコデラ出てくる。お、任せくださる。一気に電車来るから楽だぞ。撃て撃て。敵将捕らえたり。敵部隊壊滅。あらら、あ、そうだ、しまった、こっちがまだそれなりにいるから意味ねえわ。俺さっき高垣叩いた時点で、あれ1000キャグ切るからいけんじゃねえと思ったら、しまった、こっちのこと忘れたわ、すっかり。これもまたやりづらい城だよね。7000、14000、いるよなあいつら。本当にえ、決戦できるの？どこと？ああ、ここと決戦できるんだ。まあでもまだいいよ。俺はここが欲しいので。
抑え取っちゃったら決戦してもいいけどさ。ちなみに朝倉家って11か。まあまだ大丈夫でしょ。あ、そうだ、元就の忠誠心を上げとかないと。定期的にやっとかないとね、代償悪いから。もうね、ガチで叩いてやる。すげえやりにくい戦いになった。それじゃあ自由は否定すら多いのか。そこに見えていただきます。任せあれ。否定の恐ろしさ、この破壊力が素晴らしいですよ。あ、次こんな感じ。うわ、雨降っちゃったな。うちはちょっと火力が弱くなるんだけど。ひるむな。バカズマか、バカズマ。撃て撃て。お、なんか混乱がついた。撃て撃て。壊滅いたしました。撃て撃て。恐ろしいな、あの勢いが。なんちゅう勢いで減ってるんだ。敵将おられたり。壊滅いたしました。お任せあれ。それはそれでまた面白い。放て。撃て撃て。撃て撃て。壊滅いたしました。お任せあれ。あ、もうすげえ勢いで減ってってるぞ、やつらって。敵部隊これは面白いかもしれない。壊滅いたしました。おお、敵部隊壊滅。あってなる。おお、まだまだあっちが欲しい。面白いように減ってくれるからね、もう本当嬉しいですよ。敵役だ、戦況撃て。敵部隊壊滅いたしました。はい、あとは用はない。入場。ふん、オッケー、よし。あら、これで俺が気になってた、ここの兵が6600、こっちが6156。あと一回引き分け戦持ってかないとダメかな。うわ、村上の指揮がいる。これはちょっと意外だったな。登場できますか。まあこれだけの部隊がいれば勝てるでしょ。俺は手出さない。引き分けか。あ、でも負けなきゃ。なんと来てくれるとは嬉しいね。そしたら迎撃してやる。え、迎撃じゃない、あいつら出せないの。おいおいおい、攻めるときしかダメなのか。それはちょっと分かってなかったな、失敗した。まあ大丈夫でしょ。出てきた犬、どんぐらいの部屋になってるんですか。4100と2600。よっしゃ、いいね。まさかあいつらがあんな攻め方してくれるとは思わなかったから、俺はラッキーですよ。
私鉄よ、私鉄お工場から下手には出したくない。下手には、まあ言い方変だけど。あいつ裏切れないんだな、国士は。大丈夫だよな。よし、全部叩いてやる。全部叩くのが俺の今回の目的だ。進め。そんなの200だけじゃない。敵部隊壊滅。はい、お疲れ様。待て撃て撃てかかれ。うわ、早っ。撃て撃て難しいな。お任せくだされ。撃て撃て。うわ、すげえ勢いで出るよ。やだな。撃て撃て。壊滅！お任せくだされ！お任せくだされ！敵将敵部隊壊滅。矢倉に入った。味方の部隊が壊滅いたしました。高速壁か。それはノーマークだった。攻撃敵部隊攻撃壊滅いたしました。壊滅全身は上任せくだされ。矢倉取れ。そうなるとそしたら先にこっちもらっちゃうんだよ。人がいねえからあっさり行くよ。いい感じにハイペースいけるから撃っちゃった。撃ち壊せ。はい、あと新キルが切ったよ。さあ、もうちょいもうちょい。敵ヤグラ、よし、撤去。さあ、こっちとっちまえ。またこっちだよ。ホン。もうちょいさ、奥行ってないの。撃ち壊せ。今度取ろうよ。お任せくだされ。自分を破壊するんじゃなくてさ、これはいらないから。やぐらとの。離せ。はっ。はい、500切ったよ。打ち壊せ。一気に行くよ。打ち壊せ。よし、今度ならまたもっと叩くだけだ。はい、季節隊は。知らせ。君らの中老だから。任せくだされ。知らせ。およ。敵部隊壊滅。さあ、きっとここの兵は17人ですよ。完璧じゃないですか。キラ100人でいけますよ。なんかこれにキラ使うのもったいないけど。よし、 OK。 裏紙もまあこんなもろいとはね思わなかったよ。その前に論考ですよ。忠誠心上げてこないと。黒岩ってなんで相性悪いんだろうな。ほんといっつも不思議。いやー、この三つ星城はね、もう楽に手に入ってすげえよかったよ。こんな城嫌ですよ。門を攻略しようと思ったら小天守が3つあって、しかも近くに黒岩天守ある。絶対ここで鉄砲撃たれまくるから、そんなのは戦いだってやりにくい。お、ついに天下人。
これなんか嫌なイベントな気がする。何？裏髪も。うわ、出やがって、なんだこれ。ふざけんな。マジかよ。これが天下創生なんですよ。もうわけのわからん振り。天下人まで来るかも。そうした時にですけど、あ、うちじゃねえや、三好が気になってんだよ。三好の武将で身分が知りたかった。まあ意外といないね、上の役ら。で、上司は、じゃあ領地で領主は、ああでもほとんどはもう家のやつらばっかりか。まあいいや、わかった。しかしムカつくな、ここまでこんなことやられると。とりあえず俺が欲しいのはここだ。ここさえ奪えればあとはまあ多少どうでもいい。ああ、それよりさ、もうそれ大丈夫か。正直的にはね、八神城行くか。まあでも無難に行ったら八神城なのかな、それとも石山御坊なのかな。あ、待て、こっちが先だ。もう一回確認だけど、石山御坊いろいろ進めてやがる。それは困る。三好のやつ死ねよって感じだよ。もう寿命だろあいつ。ちょっと安心した。これによって奴らはもう援軍っていうものは出せなくなるから。野戦では精一杯は奴ら8部隊俺らと同じ。押し出せ、進め。よしよしよし、いい感じに来た。奴らは撤去。お任せあれ、お任せあれ。敵部隊壊滅。オッケー、次行こう。あ、見えたか。あ、でもすごい勢いで潰してる。いいね。進め。お任せあれ。
壊滅。うわいい距離、もうガーナー敵を捉えたり壊滅いい感じで、ダメは今どこにいるんだ。あ、お前そっちか。おお次こっちをもうもらいに行きましょうよ。だ撃てー。これ誰？あー、細川藤田かね。敵取りで撤去。なんか変なの出てきた。あ、よし、同じポイントは同じに聞いただけ。かかれ敵部隊壊滅。何？それは想定外。いいですね、あっさり終わっちゃったよ。西山ごぼうでの戦いをやると覚悟していただけるこれは儲けもラッキーです。じゃあ本山の権威のあとは重くも言うとくかな。いやどうしよっかな。八神城欲しいな。欲しいけど、とりあえずここまでにしとくかね、今回のターンは。うん、まあ城はそれなりに手に入ったからよしとしましょう。いやーでもほんと八神城、そして二条御所、ね、この辺取ってって、この辺までサクッて取れれば決戦やってもいいかなとは思ってる。まあ決戦したまで大半の城はなびかないだろうけどね。じゃんそんなんじゃ絶対なびかないよ、うちに。まあでもある意味武田の抑えが手に入るな、この辺を操作。あ、せやさ、うち龍山城同盟あとどんぐらいなの。それ確認するの忘れた。あと5ターンか。あれ気がつかなかった、今までもここダメなんだ。そこまでやられてたとはね、ちょっとそれは意外だったよ。はい、それじゃあ今回はここまでにしましょう。まあ城は順調に取れてきてるし波に乗ってきてるので、まあこのままね、あの上洛へどんどん果たしていきたいなと思ってます。うん、それじゃあここまでご覧いただきありがとうございます。では今後ともどうぞよろしくお願いいたします。